えー、おはようございます。9月20日、朝6時の相場解説になります、えー。この放送は FX オリガルヒの皆様には今日2回目の放送になります。そして速化塾限定の方については初めての放送になりますね。えー、まずデイリーから見ていきますけども、えー、トレンドはずっとね、上げ相場で来ていたんですが、ここに来てちょっと停滞気味になってきました。いわゆる横ばいってやつです。ここからどのように動くのかってことはちょっとわかりませんし、やっぱりね、介入の 影がちらついてるところもあって、なんともいないところでしょうね。ちなみにですね、高橋洋一さんっていう方が言われる分には、外債のストックってのが120兆円日本はあるらしいんですよ。つまり、外国に貸している外貨建てのお金が120兆円あるわけなんですよ。で、これを日本円に変えるだけで、えー、このね、円安ギャップってのは収まるっていうに言ってましたんで、介入する必要ないよっていうふうなことでした。つまり、別に、あの、財務省がね、介入とかね、日銀が介入とか、 しなくても、そういう方法があるってことを示唆していたんですけども、やらないかもしれないですよね。そういう方法はね。それをやると一番いいんですけどもね。なんで一番いい方法を取らないんだろうかと、トレーダーとしては思ってしまいます。さあ、そしたら4時間見てみますね。4時間見ると、もう横ばいってことがはっきりわかると思います。こんな感じで大筋では横ばいってことをお話ししました。そして細かく絞り込んでいくと、こういう風うな形の横ばいが見えて取れると思います。横一線になってますよね。じゃあ1時間見ていきますね。 1>, 1時間では完全にレンジオプションが弾けるというところでございます。こういったところでレンジオプションを弾くこともできますし、もうちょっと下に押さえることもできるんですけども、今私がね、これね、設定するのはこれなんですよ。レンジオプション。えー、これはね、FX オリアルヒ、朝3時に解説をした図をそのまま持ってきたんですけども、もう価格をつけてますよね。上が143.630、下が132円の740というふうに、上下1円ほどのこのレンジオプション。まあ、90ピップスぐらいですか。 これを使って今週は勝負していきたいと思います、まあ、それでは本日は以上です